いつもと違う髪型してるフライパンさんハートありがとうございますハートありがとうございますふ、うんあのありがとうございますしけちゃんさんけいちゃんさんありがとうございますどんぶさんありがとうございますありがとうございます んぶんじゃん。ぶんだよ。ブーをありがとう。けいちゃんさんありがとうございます。白眼鏡のトミーさんありがとうございます。ハートありがとう。マルチカさんありがとうございます。えっと、なんだっけ。あ ハートありがとうございます。しげちゃんさん、くまさん、ありがとうございます。くま。えっと。<coughs> <laughs> なんだっけ。お父さんさん、くまさん、ありがとうございます。倒れちゃう。あ、いっぱい。白眼鏡のトミーさん、ありがとうございます。ハートをたくさん、ありがとうございます。まーこぽんさん、ありがとうございます。 何タウンおうちゃさんありがとうございますありがとうございますうんそうさっき光合成してたのいいでしょはいしげちゃんさんありがとうございますさっきまこちゃんの配信見に行ってたよねそうだよおつまことのね配信を見るって約束してたのさっき電話してたからずっと そうなのよつま子はえー、そう髪めっちゃ伸びたのそうそうなんかさ久しぶりに髪の毛はあの結んだんですけどがってそしたらかめっちゃ伸びててびっくりしちゃった <laughs> そうえっ、ー、高校生してたっぽい顔しとるやろうやるやろうそう今日は太陽えっ、ー、今日めっちゃ太陽出てたよ 初めてですがとてもかわいですねありがとうございます嬉しいありがとうございますそうだよ高校生してたからめっちゃ元気ないのよねそうなのよ高校生するとやっぱりいいですね <laughs> そうだよ セダーの赤 T さん、ダルマ、ありがとうございます。ありがとう。うん。お父さんさん、くまさん、ありがとうございます。くなさん、お昼ごはん食べたうん、まだ。え、なんかね、まだなんですよね。はい。その髪型、かわいいね。おー、ありがとうございます。イェー嬉うれしい。ありがとう。 フライパンさん、ありがとうございます。ハートたくさん、ありがとう。そうだよ。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。公園入るからショールームことを見ることができない。いつも公園いるやん。楽しんでね。ゆコにゃんさんの、ゆこにゃんさんの生誕祭。ゆこにゃんさん。 コんさんこなさんはくコニャンさんのアバターを使っております <laughs> 君への生誕ってヨコナさん好きんなんでや <laughs> なにこなさんのこと好きだけど君ちゃんの生誕祭に来てくれたってことありがとう <laughs> うん握手会でマコピと動物の格好するのうんそうだよえなんかねこれ着るの <laughs> なんか近くにあったんだけど <laughs> これ耳ついてるなんか服だよでもこれを着ますはいかわいいねえっと「昨日の2分間無視ありがとうございました」あめっちゃさあのみんなさんのノリがめっちゃ良くてめっちゃ楽しかった <laughs> ありがとうございました うわありがとうございますしげちゃんさんタコありがとうございますそう先にね公開しちゃったは物理いいじゃん <laughs> そうだようんココナちゃんだよはいみんなブーンって言ってたようん <laughs> けいちゃんさんありがとうございますハートを。 ハートありがとう。何回もブーン言えて幸せだった。おお見えたよサイリウムさ振っててくれたやろ。ありがとう。<laughs> けいケイちゃんさんありがとうございます。ハートありがとう。文語教えて。うんまあ今日はあのブーンって感じなのでまあブーンって感じで。<laughs> 友達と DMM 見てて爆笑したよえーありがとう見てくれてありがとううんムンムンゴマ持ってないからもうブンではないそうだよムンムンゴマはもう持ってないからもうダメだ <laughs> ちくわの着ぐるみなんてあるんですかちょっとわからないですね <laughs> あ、ちくわの着ぐるみを 探さないといけないうんそう今日コナさんちゃんの2分間 MC 見るねおおありがとうございます目がきれいやコナさんの目はこんなにも真っ黒なのに <laughs> そうだよえ昨日の公入ったので文語を覚えました 素晴らしいですねこれでもうブーンさんになれます <laughs> しげちゃんさんめちゃかわいいありがとうございますちくわのサイリウム作った方がいいううんコナさんのサイリウムの色はピンクと黄色と白です覚えてそうだよあ違うよコンタクトじゃないよこれは目ん玉 <laughs> エアウェブンゴマしてもらえませんか。あ、いやーいやよー、いいやよー。もういいやよ。サイドプにしてるうと、ちりさん似てる。チリさんの方が百倍可愛い。今日は文語講、文講座を。何、文講座を。続ける、文講座続ける。うん、うん。今日は。なんか、お話しするよ。<laughs> ライパンさんけいちゃんさんありがとうございますあこコナちゃんが出てる青が勝手つなずって見に行くおお待っておりますコナさんって冬っぴりに出るって言われたことあるえなんかあのジュリナさんにめっちゃココナさん冬っぴだって思われてて誤解は解けたんですけどそうジュリナさんに「冬っぴなんか冬っぴだよね」みたいな「もう違う」 違います <laughs> でももうココナさんのことは覚えてもらいました多分 <laughs> 違いますって言ったのでふゆっぴとちゃんとココナさんが並んで違いますって言ったよけい <laughs> ちゃんさんゾンビさんありがとうございますお父さんさんくまさんありがとうございますここっぴ <laughs> そうだよここっぴだよふゆっぴ 系統は同じえ、なんかふゆちゃんの方がめっちゃ細い <laughs> しげちゃんさんクマありがとうクマじゃないタコありがとうございますえっとそうココッピーなんですよあのー、コーナーさんはあのー、なんだっけねまだおつまこってさおつまこあっコナさんね実はね携帯2個あるから すごくないちょっとすごくないですか新しい携帯買ってもらったんですけどなんかショールームがこっちの携帯しかできないから 2> 今2個も2個は持ってる <laughs> すごいでしょだからねウツマのね配信をね見ようかなって思うよちょっとねまだねあのね妻子まだやってんのフライパンさんハートありがとうございますえっと んーとえっとまずねあのアプリを入れますショールームのアプリを入れます <laughs> そうだよ監視ココナさんココナさんは監視しないよおつま子が一番監視するんだよでも,でも多分おつま子はコナさんのコナさんやないわおつま子自分の配信終わったらコナさんのね見に来ますよ <laughs> ランキング終わったやばいじゃんケイちゃんさんありがとうございますえログインできないよもうダメだ私はもうダメだどこ大橋まこいたあ終わっちゃう <laughs> 終わっちゃうしえなにこれへへへなんか大橋まこさんの配信を見ているコナンさん うんうん。<laughs> あ、なんか言ってるよ。握手会。うんうん。うんうん。うん。うんうん。うんうん。うんうん。はいはいはい。そうなんですよ。<laughs> はい、はい。はい。うんうん。<laughs> うんバイバーイおちわっこバイバーイああ終わっちゃったコナさんいるで終わっちゃったよもうダメなんだもうん橋真子さんを見ることはできなくなりました <laughs> でもいいんですなんかさ監視し合ってるそうだよ 愛知のメさんありがとうございますうんそうですねつまこ見に来るかなあちょっとじゃあ連絡してみたいと思いますこっちの携帯は連絡できるうん <laughs> 大橋ま子さん今監視してるから絶対大橋ま子さんは多分監視してるからはいああ <laughs> コナーさんだよおつまっこ <laughs> つまっこ好きよー大橋真子好きよー好きよーぐっちゃんさんありがとうございますまー、あ、くんさんありがとうございますやばいもうね好きよーだよ好きよ大橋真子好きよ マルチカさん、しげちゃんさん、ありがとうございまーす。ちょっとね、大橋真子さん。ふふ。大橋真子さん。そうだよ。大橋真子よりコナさんのがめっちゃ年上やから。もう、さ、年上だよ。うん。おつまこさん見てるさっき何がコナさん見てるみたいなこと言ってただろ。 なんだよ <laughs> 白眼鏡のトミーさんありがとうございますだるま玄茶さんありがとうございますありがとうございますんとあ昨日の願いネガイちゃんネガイさんの生誕祭にお会えましたえコナさんの文語は完璧でしょうもでしょ <laughs> 桃田んさんありがとうございますありがとう <laughs> 好きよーそうなんですよねそうだよ願いさんとは一個しか変わらないっていうことですねはい願いさんは一個しか変わりませんふん <laughs> 何コナンさんだよ、ね、なんか話してなんか今日はねたくさんお話ししたかったのそうだからなんかお話ししてようんブーンだようんまあブーンって感じなんだよ <laughs> 何今日はお妻子とずっと電話してたよなんかねいきなり電話来て話したいって来たよフフひめたもお妻子も鬼滅の話えこコナさんも漫画も全部見ちゃったえやばくないなんか全部見ちゃったの知らないうちにね 無意識に全部ね鬼滅を見ちゃったのうんねダメだなんか知らないうちに見ちゃったヒロさん,あり, <laughs> ロさんありがとうございますふんふんそうだよヒロさんありがとうございますそうだよめっちゃさ見ちゃったの 今何どこだっけ190とかだよねもうなんかその辺まで見ちゃったよ何コナさんになになにさされるってことブーンのかってこと <laughs> ブーンのかブーンの呼吸そうだよ恋の呼吸うんブーンの呼吸だよ <laughs> けいイちゃんさんありがとうございますお父さんさんくまさんありがとうございます ありがとうございまーす <laughs> ブーン柱だよなんかさどうしようそうだよネタバレが怖いそういうことかネタバレめっちゃネタバレしてるよおつまこにいいかな めっちゃね、ずっとネタバレしてるよ <laughs> けいちゃんさんありがとうございますえなんかさすぐ唇さガサガサになっちゃうんだけどなんかああこれでね潤う,うのでそう暖房つけてるつけてないよ 全然つけてないよえなんか髪の毛がさ抜けちゃうよしげちゃんさんありがとうございます可愛い,いそうなんですよねやばめっちゃ光後ろもうこんなん何も見えないよおつまいこが流行りのリップ持っちゃうえくなさんもこれめっちゃ流行りだよ絶対 絶対入りだよね。<laughs> おつまこに、そう、勧められたの。これは、おつまこと一緒に買ったよ。みんなも買って、目の下につけて、早く。そうだよ。<laughs> 目の下に、これをつけてください。早く。これだよ。おつまこ。<laughs> そうだよ。ゼロ一番。 これは01番と申す。早くつけてください。ふん。遅いで買います。お、いいですね。買ってください。ふん。つけました早っ <laughs> もう何持ってたってことすごいな。<laughs> そうだよ。これは口紅やばいよ。なんてやつこれ。スーパースーパークリングアイグロス。 でございます <laughs> そうまこちゃんはメイクに詳しいのでねいいと思いますこれはナルピーさんからもらったわよこれはまつげあげるやつあなすい見てナルピーさんかんもえましたいいでしょ <laughs> あともうねない でもこれさめっちゃ痛いやんめっちゃ痛いやんそうおしゃれやろう <laughs> おしゃれないよねあとは何もないよもう何もないうん <laughs> フライパンさん、ハートありがとうございますラーメンおじさん、ありがとうございます ヒロさん、ありがとうございますそうだよコナさんはもう都会の女やからもうやばくないこれ事件だよだってコナさんがコナさんが <laughs> コナさんあの絶対もうあの岐阜の友達と遊んだらコナさんがもう最先端行き過ぎて絶対やばいと思うふん <laughs> 絶対コナさんがもうねやばいと思う だってさ、前はさ街で何も持ってなかったからさそうだからだってさみんなさコナさんがさ時代の最先端もさ言ってるからさもうダメだ <laughs> みんなはみんなさね岐阜の子は絶対タピオカを全然飲めないしなんかあんまりさ化粧品も買えないからさね岐阜でさ一番やねん <laughs> そうだと思わないでし,でしょでしょでしょフライパンさんハートありがとうございますマフフーさんありがとうございます <laughs> それは思うでしょあそうだよフフ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 ココフフ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 フ 岐阜はいいとこなんだよもうやめてよクマさんがんか岐阜嫌いみたいな感じで言わないでクマさんの岐阜が大好きだよだってさ空気がさよろしいやんだってさうん <laughs> そうだよワニいるし新幹線止まる止まるよそうだよ え絶対さコナさんを見たらびっくりするよ中学校同じだった子だってさコナさんがさこんなにさ最先端をさ行ってるなんて知らないんだよみんな <laughs> そう岐阜・八嶋には新幹線止まるんででもさ望みは止まらんよ赤いやろ <laughs> そう でもそうレナさんはびっくりしてるうんびっくりしてるよだってさレナさんさなんかレナさんとコナさんはさ同じように育っていったはずなのにさねレナさんはもうなんか普通の人になっちゃった悲しいでも普通見た目は普通なんだけどでもまだ考え方はちょっとまだ面白いえへへへへ カラー全然いいよ。ゃんさ、んハートありがとうございます。なんかさ、なんかなこナさんちの光はもうダメですね。そうだよ。レナさんが、は私のお友達よ。<laughs> 前に配信中に来たのにはさ、レナさんはね、ショールームは知らないよ。レナさんは知らないんだよ。 フフフ白眼鏡のトビーさんだよまありがとうございますそうレナさんはコナさんのお友達そうフグッちゃんさんありがとうございますコナさんのことこれから最先端さんって呼びますうるさいです <laughs> そうだよ違うよ うんもうねなんか光がやばいんだけどね可かわいいのこれかわいいか見てユニコーンさんかわいいよフん。<laughs> フライパンさんありがとうございます。そうだよユニコーンだよ。 これはなか,かんだよ見てかわいいねん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 えこれさいちごがついとるよかわいいやろかずとしさんおんありがとうございますマルチカさんありがとうございます あーかわい,いねあのここにもいちごがついておってここにもついておりますここはしっぽ <laughs> けいちゃんさんありがとうございますハートめっちゃかわいいですねこれはねとてもかわいい <laughs> このつのめっちゃかて <laughs> そうだよいちご農家よ それは人参やろそうやおこっちにはクマもおるこれはクマかわいいこれは星星を投げてくださいえー、かわいいよかわいいよかつしさんフライパンさんしげちゃんさんありがとうございます コナさんはひめたんと約束したんだけどあのなんだっけサウナハットをかぶって姫めたんとサウナに二人で入るんだよ可愛い,いでしょサウナハットってやつがねめっちゃ可愛い,いんだけどみんなちょっと早く調べてめっちゃ可愛い,いから <laughs> しげちゃんさんありがとうございます握手会に連れてこようあいいねそれこうやってボンって 置いちゃうよみんなにも見てもらいたいからねえ <laughs>、あれさ汗かくのなんかめっちゃおもろくないなんかさピーってなってるめっちゃかわいいのかわいすぎるそうだよ置いちゃおういいねこれじゃあ握手会の時に置きますかわいいどっち持ってこうこれ大きいかな だってさこんなのカバンに入らんよ大きいからカツしたありがとうございますそうだよのっぽさんの帽子だよえだってさコナンさんさねコナンさんあれ似合いすぎてさね小人さんになっちゃうってさ心配してるんだよ サウナハット似合いすぎて小人さんになっちゃうよありがとうございますお父さんさんくまさんありがとうございます2月2日のコナちゃんめっちゃ楽しみ <laughs> イェーイそうだよサウナハットで握手会はしないよいやよみんな笑うんでしょ私は分かっとるからな <laughs> かわいいかわいいよめっちゃかわいいそう小人さんだよ私はカズとしたありがとうございますそう似合うんでしょうだよ <laughs> そうみんながサウナハットをつけて並んでくれるならこのさんモンさんのハットつけちゃうけどみんなは並ばないじゃん絶対笑うでしょケンシオさんありがとうございますハートありがとうハートがないんだよだからありがとう <laughs> サウナハットをつけてきてね 塩さアイスありがとうございますサウナハット見たことないえコナンさんもんだよ昨日あの調べたんですよ携帯で昨日やないわちょっとねあの調べてみたいと思いますサウナハットえっかわいいよめっちゃかわいい <laughs> なんかとんがりコーンみたいな。<laughs> とても可愛いよ。みんな、そう。ピザハットダメだよ。<laughs> そう、バナナの皮。え、めっちゃたとえうますぎんか。そう、これはバナナの皮ですね。何これ。<laughs> なんかめっちゃおもろいやん。<laughs> え、これ欲しいね。 買う、買うべき。買うべきかな、これ。たかたかさん、ありがとうございます。可愛い,いよ。めっちゃ可愛い,いんだけど。これさ、でもさ。<laughs> めっちゃおもろいんだけど。ふん。 <laughs> そうだよおもろすぎやろサウナハットがたくさんとれちゃう <laughs> ねえかわいいやつにしてねねえなんかさコナンさんとおつま子にあの8と9にあなんか着ようと思っとるんやけどねえ何着たいと思うくださいコナンさんにとおつま子に着てほしいやつを教えてください 教えてください。<laughs> そうそうなんですよーそうおつま子はナースって言ってるけどなんかあんまりいいナースなかったの電話で話してる時にねおつま子見てるかねなかったよねあんまりいいのなんかフ <laughs> メガネコナーさんはどこえ、今日メガネあっちにあるんやけど。<laughs> メイドさんは、あ、ナース確定とは言ってない。なんや <laughs> えっと、なんだっけ。メイドさんは姫めたんと着るのは23、23日。だよ。幼稚園児え、待って、めっちゃかわいいじゃん、それ。<laughs> ナースはダメ ナサダメやろう。<laughs> 何にしよう。天使と悪魔？えそんなのさおつまこがさ悪魔に決まっとるやろ。<laughs> おつまこは悪魔。クナーさんは悪魔。怖 <laughs> 悪魔。なるほどね。 かわいい。<laughs> 悪魔、悪魔まこ絶対悪魔まこ似合うと思うんやけど、どう思う？<laughs> あ。ねえどう思う？みんな投票しよう。投票しよう。じゃあ投票するね。どっちが悪魔がいいか。 えっとコナンさんが悪魔がいい人は1でおつま子が悪魔がいい人は22ね OK いくよはいとととと票投票開始しておりますおつま子が悪魔が2コナンさんが悪魔が1 <laughs> でです投票ね久々ですねおつま子もちゃんと投票してくださいよ <laughs> え、これなんか多くない <laughs> あと10秒 !10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。<laughs> はい、投票終わります。はい。はい、ということで、59.4%で2の方が多かったので、 あつまこさんが悪魔です。でも、その服どこに売ってんの。ねえ、ねえねえねえ。その服どこに売ってるんですか。うん、じゃあ、しべるね。大橋真子さん、調べようよ。大橋真子。大橋真子。<laughs> こく悪魔膜は絶対可愛い。そうだよ。 そうだよ、どうせみんなは大橋まこが好きって言うんだ <laughs> どうしようおつまこがなんかいなくなっちゃったよコナンさんが世界一かわいい大橋まこがいっちゃんかわいいよそんなのみんな分かっとるよ <laughs> ドンキホーテが楽で安い。おう。じゃあドンキホーテへ行くよ。探しに行ったよ。あ、そういうことか。探しに行ってくれたの。ありがとう。うん。ということね。なんかさ、めっちゃ黄色くなっちゃう。暗い服だからかな。まあ、しょうがないか。はい。なんかやだな。 9 d 四三ありがとうございます。はい。まこちゃん、神みおしまこちゃんはかわいそうだよ。理由にのんきありますかあります。え、めっちゃ悪くない普通に。あるよ。<laughs> 大阪は大阪に住んでるんですかケンシロウさん、ありがとうございます。勝ツさん、ありがとうございます。はい。 ユニコーンどこここや。ここにおるよ。じゃあここに置きます。はい。ふん。ということでね、何ですかコナさん、神押しお前、嘘つきやろう。フフ <laughs> ケンシロウさん、ありがとうございます。お父さんさん、ありがとうございます。うん、ふん えっと他のも出すよ何どうしようね分かんないなえそれなユニコーンが近くにいるとじゃあユニコーンをねもう近くに置いてやろうと思います <laughs> ひろさんありがとうございます しげちゃんさんありがとうございますねえかわいいよえこコナさん完売で買えないそうなの、ね、ありがとうございますほんとにえでもまだもなんか戻るかもしれないからわかんないよ戻ったら買ってね <laughs> そうだよユニコーンは魔法の力を持ってるからこのね角のパワーで やるよひ <laughs> めたんはいつもカビゴンを持ってるカビゴンはいケンシロウさんいいねありがとういいねいいねいいねはいトキトクショウリえお相撲さんでしょそれお相撲見なきゃね うん。<laughs> ユニコーンは岐阜にいっぱいいるよかわいいでしょ見て尻尾が食べれそうなんかそうだよ力士の手やから本店本店本店っていうの AKB の握手会は。 <laughs> なるほどえ特賞で泣いてるの勝ったから嬉しいんやろ、うん、おめでとうおめでとうございますチップとデールの着ぐるみとか着てほしいえかわいい絶対かわいいやんそれはえー、岐阜県出身だけど見たことないぞ都会に住むるんやろ岐阜の。 岐阜のさあのさ都会に住んどるやろだからやね見てかわいいよかわいいよ9日にコナあさんの握手会に行くおおありがとう <laughs> え岐阜市住みだって岐阜市って都会やろう <laughs> そうだよ岐阜の最先端はココナーさんなんだココナーさんなんだよだからいいの2日に会いに行く2日めっちゃ最近やんめっちゃもうすぐやな待っとるから楽しみだね待っとるからねフ <laughs> うわ でもね、いい感じよ。岐阜のファッション何それ <laughs> え、もう来週え、今何日もう26だよ。やべえな。<laughs> そうだよ、今度メイドさん着るよ来週の土日が大阪で握手会おおそうだそうだ素晴らしいよ時が経つのが早いもうなんで気になるね <laughs> こなコナさんは岐阜市出身なのえ岐阜県出身ってことえ岐阜市え岐阜えどういうこと 岐阜市岐阜市岐阜市あ岐阜市あの岐阜の首都岐阜の首都でしょそれ。<laughs> そうですね岐阜市ですね。パぱパ,パパパパ。とりあえず2月9。ね何そんなにさ2月 9?2 月9って何ちょっとね。 え、2月9ってさ何だっけえいつどこ東京や東京東京ですか <laughs> 細かい住所は内緒ですよそうだねコナ、えー、さんのお家で来ちゃうのやばいね九ふふ d 4音符ありがとうございますお台場ねお台場って何 お台場あれやあれテレビのところやろ <laughs> あっだよねコナさんは正解ってことだよ <laughs> 岐阜の山に行けばコナさんに会えますか会えます山でさ遊ぼうじゃんカとした ハートありがとうございますこれは生誕祭のディスプレイだよありがとうございますフ <laughs> しいねえなんかかわいいねこんなにさ周りにさあるんだよかわいい 9日は誕生日だけど握手会は行かないですなんでや誕生日だからか <laughs> おめでとうしげちゃんさんありがとうございますこれを見ろコナさんの握手行ってみたくなりました起きてね来てくれ <laughs> モンスター。ふんふん。コナンさん。え、昨日が誕生日。グループ。うーさん、お誕生日、おめでとう。<laughs> 高校生ですか。そうだよ。初めて見てくれたの、ありがとう。 ありがとうもうねこの朝完売が嬉しいですありがとうございます欲しい握手したいねんそうだよ握手したいねんふぅ <laughs> なんだろう握手をすると握手握手どんな握手かというと普通の握手ちくわを食べますの握手 <laughs> えっ3月29めっちゃ先やん行こうと思ったのありがとう <laughs> 販売おめでとうありがとうカタツシさんありがとういつも来てくれてるありがとう <laughs> こんばんは初見ですありがとうございます見てくれてありがとうございます楽し隠しから遊ぼういいよ は意外と普通そうだよだって緊張するやん <laughs> 全然握手券買えなくてつらかった <laughs> なんで許さん5月3日は早めに券確保しといてよかったよありがとう早めになんて優しいねありがとう 追加したかったのですが三月二十九だけです。ああ、悲しい。いつも言ってごめんなさい。なんでや。鬼 <laughs> にやんまさんありがとうございます。ちょっと今いいから息止めたい気分だから止めちゃうね。 あ、音符ありがとうございます。えっと、コナさんはおつたんさん推し、おつたんさん推し。ありがとう。<laughs> じゃあ、あひめたんと、コナさんと、おつまこの握手を楽しみましょうね。<laughs> 呼吸は大切だよ。でも、たまに止めたくなるよ。うん。 うんうわっブーだって <laughs> うわ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 誰ですかブー,ンブーンだよしげちゃんさんありがとうございますゾンビさんありがとうございます髪型かわいいねありがとう髪の毛が伸びれました こうやってやると丸いよ、うん、<あ>ブンブンわブンめっちゃブン,ブンっていうあこなさんのお友達だよ岐阜のこの子はめっちゃおもろい <laughs> あ、めっちゃ来るんだけど何よ <laughs> 何何がさあ来た んココナできたよ <laughs> ココナさんこれはレナさんじゃないよルルカスだよえっとね何お団子はねやったことありませんねえお団子ってできなくないどうやってやるの <laughs> ルルカスだよルルカス <laughs> <laughs> スタヨンお団子絶対濃いマジでマジでか本当にいくぜ お団子ってさでもできないよね普通におつま子にやってもらうしかないなお団子娘やんこんなんお団子でも売ってるのかなはっお団子娘だよ髪はどこで切るのん。えー 家の近くの美容院 <laughs> しげちゃんさん、似合うありがとうひろさんもありがとうお団子って言えばお妻そうだよ妻子はお団子屋の娘やぞ <laughs> お団子屋の娘やからお団子はやっぱり大事よねくまさん部屋 ええー。岐阜のお団子美味しいよ。あれやろう、あのさ、高山の方のお団子へ <laughs> そうだよ、看板娘やぞ。<laughs>

はおいしいです食べたことあるよココナさんそうだよあ2月の1は川島島と握手会でツインテールをします高めか低め迷う <laughs> わかんないどうしよう高め,低め高め低め高め低め高めか低めか迷うな うんどうしよう高め高め分かってじゃあ川島にも行ってみるねそれこそアンケートおお<ー>じ川島に高めツインをさせてくださいおう分かったぞじゃあねえちょっと川島に連絡をしてみるねえ川島今日公園出てるっけ公園出てるかな じゃあ、一応連絡します。川島に。<laughs> 帰ってくるかな。今日は出てない、お。でもね。でも。連絡がつきません。でも、また後で帰ってくるよ。よし。 配信は携帯配信は携帯だよ古い携帯うん <laughs> じゃあタガメを誘ってみたいと思いまーす今日の公演すごいえー、そうなんだ新しい携帯は11だよあのさカメラが3個ついとるほら <laughs>

フフ <laughs> 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 ケイちゃんさんありがとうございますとしさんありがとうございますえいいよって来たよいいよ じゃあね、高めに決めましたねしげちゃんさん、ありがとうございますイエーイ好き <laughs> 好きよーかわち好きよ <laughs> ということでね、高めにしますこっちとさ、こっちでさ、こうなっちゃうのよ <laughs> 楽しみだね <laughs> 大橋真子大橋真子大橋真子も一緒にするかんしまっこ <laughs> かんしまっこしてたの実は。ふふふ <laughs> ツインテールするマコピもする <laughs> 継続中だったよ <laughs> しっかりね見てましたねマコピさできるかな あー黄色ユニコーンさん助けてできそうじゃないしげちゃんさんいいねありがとうございますお父さんさんありがとうございます何何んだよ <laughs> 何ですか何ですかんだんだこっちがんだ <laughs> 星が来たよ <laughs> もうね、最高ですよ。妻つまこくらいのツインテールが一番かわい,いああ確かにね髪、うん、でも川島もさ「<laughs> 何だ?」って言ったらしいおつまこは。 そしたら星になったってなんか今連絡来たよ <laughs> えっとうわあでももうやばいかなめっちゃ配信してない <laughs> 変なことは言ってませんよ そろそろ1時間おおやばいな。じゃあもうすぐ終わりたいと思います。はい、じゃあ終わりますね。えん、ー、1時間もさ見てくれてありがとう。うーん、嬉しい。5000人も超えた。ありがとうございます。5000人も見てくれて嬉しい。<laughs> ありがとう。見てくれてありがとう。嬉しいな。あっという間だった。めっちゃありがとう。<laughs> じゃあランキング読めますはい13位フライパンさんありがとうございますハートザクさんありがとう12位マッスーさんありがとうございます11位カズトシさんありがとうございます <laughs> えっと10位9位3位ありがとうございますあれあ、合ってるか9位マルチカさん

1, 1位お父さんさんありがとうございます。宮本武蔵。宮本武蔵さんありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。またショールームするかもしれないので見てくれると嬉しいです。握手会も楽しみです。ありがとうございました。配信ありがとう。あ、こちらこそ見てくれてありがとうございました。おつまこ 60? ありがとう。おつ,つまこありがとう。星投げてくれたの しいあじゃあ57位の人読むね57位武井ドーラーさんありがとうございますありがとう長い間見てくれてありがとうございましたまたしたら見てねバイバーイバイバーイ